はい、続きましてセクションゼロ、英語の時制体系と述語動詞。この時制体系はですね、以前のボリュームでも見てきました。しかしながらこの助動詞仮定法を見ていく上では再度重要になってきますので、重要ですから何度でも解説していきたいと思います。これまでのところですね、皆さんは英語にはいろんなタイプのですね、時間を表す表現があると習ってきたかと思います。He walks to school. 彼は学校に歩いていきます。現在形ですね。He is walking to school. 彼は今学校に歩いていってます。現在進行形ですね。あるいは He has walked to school. 彼は学校に歩いて行ったことがある。現在完了形。そして He will walk to school. 彼は学校に歩いていくつもりだ。歩いていくでしょうと。未来形と。こういった具合に4つぐらい皆さん習ってきたかと思います。そこでちょっと質問があります。この4番です。Well、これ未来形だと言われていますが、本当はどうなんでしょうか。この例を見ますとよく分かってきます。The train leaves at 8. その列車はですね、8時に出ます。このように駅員さんが言いました。多分7時50分頃です。そうしますと、この文は意味は未来ですね。しかしながら、ここには現在形が使われています。そうしますと、意味と形を分けて考える必要が出てきます。そしてもう一度これに戻りますよ。この文をですね、過去形にしますと、このとこ、would という具合になります。He would walk to school. 意味はですね、彼は学校に歩いて行ったものだと。would。would は will の過去形です。そうしますと、will は would の現在形ということになります。つまり、形の上ではこれは現在形なんですね。こちら過去形。じゃあ同じように見ていきましょうか。He walks 現在形です。過去形にしましたら、He walked to school。今歩いていますけれども、歩いていた場合は He was 過去形ですね。He has walked to school. 歩いて行ったことがある。現在完了。これ過去完了に変えますと、had, well, would. ということでして、なんと、英語にはですね、時制はたった2つしかありません。現在形と過去形だけです。いいですか？形の上では、現在形と過去形しかありません。これを心に、次のセクションに進んでいっていただきたいと思います。はい、それではまとめてみたいと思います。英語の時制に関して、これまでいくつか種類があると習ってきたかもしれませんが、実際には現在形と過去形しかない。これだけです。